孫府信玄公が亡くなられ、浅井長政も孤立して信長に討たれた。いいところまで行ったのだがな、実に惜しかった。だがまだまだ逆転の機はあるぞ。我が輩が信長を戦場に引きずり出す。そこを無敵の武田騎馬隊で討ち取ってしまえばよい。信長の鉄砲を恐れておいでかな。大丈夫、我が輩が信長の鉄砲を詰まらせておけば、撃った途端暴発して自滅するわ。撤退か決戦か迷っておったが、久秀殿が暗躍してくだされば武田の勝利は固い。信長様、鉄砲三千丁到着いたしましたぞ。これは信長様専用のものでございます。大尉、久秀、試し撃ちは済みしか。は？撃て、あの木の枝を撃ち抜いてみせよ。いや、それは信長様専用の鉄砲を撃つなんて恐れ多い。撃て。あ、そんな、あ、ダメ。久秀、この信長をたばかりほふらんとしたか。許す。信長は金ヶ崎の危機から見事脱出。久秀の目論見は再び外れてしまう。その後、長政は甲斐の武田信玄と組み、織田軍を追い詰めるが、運命はまたも信長の味方をする。間もなく信玄が病没し、武田家は衰退。大きな後ろ盾を失った長政は信長に攻められ自害した。その後、信長は信玄亡き武田に徐々に圧力をかける。武田当主勝頼は逆転を狙い、徳川領の長篠へ侵攻した。信長は同盟者である徳川家康を救うべく、強固な馬防柵と三千丁の鉄砲を用意し、自ら出陣。戦国最強と謳われた武田騎馬隊の先鋒は鉄砲攻撃によりほぼ壊滅状態となる。信長の意に服し、武田軍と戦わされる羽目となった松永久秀は、その光景を歯ぎしりしながら眺めていた。反逆の将、長篠の戦い。お好きかね。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。
鉄砲の欠点が玉込めの間無防備。しかし鉄砲隊を3区に分け、代わる代わる発射装填を繰り返すことで間断ない攻撃が可能となります。いかにせんか。撃てはっ。1番隊構え。新しき世、信長様の世を切り開くのです。馬毛作の力侮れぬ。ここは一旦引く。鉄砲の前に武田騎馬隊は無を化した。長島城を救うため飛びガス山砦を奪え。鉄砲の悪事も見抜いてる。その上でまだ我が輩を許すというのか。お衆将様、開けた。みんなわしに続け。南に兵が集中し、織田本陣周辺が崩壊し、馬防柵があるとはいえ心配ですね。メネ軍師参るか。どこも知らずね。武田騎馬隊は不滅。魔法策を突破し、信長を撃て。徳川軍は長篠城にかかりきり、織田本陣は手打つぞ。まだ鉄砲隊を隠していたか。信長様はわざと本陣を手薄にした。武田の残存兵力を誘い殲滅するために。臆するな。山形正景と赤染め俺にあり。再び策を起動し、信長の首をかっ切れ。
働け貢げ死ぬまでな。信長の首には今一歩及ばず、勝頼様どうかご無事で。古き者の子供よ、生き古き時代を好む。赤備えまでも粉砕めだ。とりあえずなんと焦りの強い馬防柵と鉄砲の力がこれほどとは。もはや我らに勝つ手立ては。勝頼様、最後まで諦めてはなりません。私が敵婦人の穴をついてみせます。織田ではなく徳川を狙ってくるとは。かっこ撃破し戦況を変えるつもりか。抗うか。頑張るよ。むかち。織田本陣へ突撃する。父の仇、今こそ撃たん。お衆将様、長篠城の城結構固いな。なら城主の奥平さんを討ち勝たせてもらいます。モノノフの魂、この槍にて貫かん。打ち取ったよ。信長を撃てば戦はひっくり返る。武田の意地見せようぞ。ねね分身。子供が引っ込んでおれ。いつら無質が走る。
才能。みすみす兵糧を渡してなるものか。わし自ら侵入者を撃ってくれるわ。お見事でございます。頑張るよ。危ないところであった。真田、侮れぬな。急げ。武田も頼りにならば、やはり我が輩しか奪えない。武田はまだ終わりではない。馬場さん、内藤さん、攻めます。対応押しては受けぬ。さて、ロビークたちとどうしようか。優しさだもん。
もはや武田の敗北は必至。敵刺してやるのに再起を図ろうぞ。開門。役立たずには消えてもらおう。悪いからね。もはや我が将兵に戦意なしか。だがこの勝頼は最後まで戦おう。譲れぬものがどの恩があるんだね。やられた諸君、言いたかったかね。武田も終わりっぞ。新しき世がすぐそこに。これからも信長様のために励みましょう。結局全て信長の思惑通りか。つまらん、実につまらん。信長は我が輩が勝頼を焚きつけたことを見抜いておる。だがその上でまた我が輩を許した。茶番はもういい。もうあたくさんだ。奴はまだ自分の運命は自分の手にあると思い込んでおるらしい。だがそれは我が輩がそう思わせておるだけ。信長の運命はすでに我が輩のもの。我が輩は我が輩の運命を取り戻しにかかる。